東トレーニングセンターへようこそ。皆さんこんにちは、想定士の児玉です。私たち想定士の一日を一緒に体験してみましょう。想定士は馬の靴である蹄鉄の打ち替えをしたり、馬が怪我なく走れるよう蹄を整えたりします。まずは蹄鉄の打ち替え。蹄鉄を固定していた釘を緩めて蹄鉄を取り外していきます。想定は3週間から1ヶ月に一度行います。その期間で成長した分の爪を想定用の鎌で平らに切っていきます。蹄の形は前後左右で違うので、蹄鉄の形を一つ一つの蹄に合わせて変えていきます。蹄鉄はとても硬いもの。火で熱して柔らかくした後にハンマーで叩いて形を整えます。とっても力がいるんですよ。次に蹄鉄をぴったりフィットさせるために厚いままの蹄鉄を蹄に当てます。蹄は人間の爪に当たり暑さを感じることはなく痛くありませんので、ご安心を。形を整えたらいよいよ装着。釘で打ち付けてしっかりと固定します。蹄からはみ出た釘は短く切り、釘が抜けてしまわないよう先端を折り曲げて固定します。最後に蹄の表面を滑らかに整えて蹄鉄の打ち替えは完了です。想定士は蹄鉄の打ち替え以外にも技術の向上や想定士の技術を競う競技会への出場のため日々練習をしています。練習では一本の鉄の棒から蹄鉄を作っていきます。まず鉄の棒を加熱し、上から叩くことで鉄の強度を高めます。ハンマーで叩いて徐々に蹄鉄の形に曲げていきます。蹄鉄の形ができたら、釘を打つための溝や穴を作ります。専用の金ブラシを使って磨き、表面を整えます。最後に丁寧に形を整えたら完成です。これらが想定士の主な仕事です。馬にとって第二の心臓とも言われる蹄を守る縁の下の力持ちのような存在なんです。私たち想定士の一日はどうでしたか？想定士の他にも馬に関わる仕事の動画を用意しています。ぜひ想定士以外の仕事の一日も体験してみてください。